山、登る吉明は、テレビドキュメンタリー番組のディレクター、プロデューサー。NHK エンタープライズシニアエグゼクティブプロデューサー。京都大学文学部講師。武蔵野美術大学映像学科非常勤講師。福井県敦賀市生まれ。金沢大学卒業後、NHK に入局。大阪局に配属後、東京、長崎で、ディレクターとして、番組を制作。 東京、広島で、シーフプロデューサーとして、制作総括。課外授業ようこそ、先輩、世界、我が心の旅、未来潮流など、主に教育教養系のドキュメンタリー番組を担当する。2005年、NHK を定年退職し、NHK エンタープライズ入社。現在も、盛んに番組を制作している。また、2007年度まで、 京都大学でドキュメンタリー番組制作についての講義を行っていた。1987年に制作した番組で題材として現在の再評価のきっかけとなった大友正治を敬愛しており、大友に関連する様々なイベントへの協力や大友についての調査等を行っている。また、大友を主人公とした映画制作の構想を持っている。 2017年2月9日、出身地であるの鶴ヶ市の鶴ヶ市立図書館に、蔵書等を寄贈して、山、登る吉明文庫として管理されることとなった。たたすありがとうございます。